野村さん、こんにちは。ウイスキー専門店の田村哲翔です。どうも。今日はですね、まあ第3弾なんですけれども、こちらですね、まあサムネとタイトルで見てもらったらわかると思うんですけど、こちら、GU の第3弾ですねの、まあ、発売が決まりましたというね、動画でございます。まあ、これのちょっとね、詳しいお話だったりとかしていこうかなと思うんですけれども、まあ、じゃあとりあえずこいつのスペックからざっくり発表しようかなと思いますね。で、まずですね、こちら GU のサードですね。こちらはですね、シークレットスペイサイドになってます。まあちなみに、まあ蒸留所非公開のラベルになってますけど、蒸留所はですね、グレンロセス蒸留所になってます。まあスペイサイドのね、蒸留所ですね。まあ中身は全部グレンロセスになってます。もちろんシングルカスクのカスクストリングです。で、ヴィンテージは、1990年ヴィンテージの30年熟成になってます。30年ですよ。まあ、第1弾がね、10年で。第2弾が20年で。で、第3弾が30年っていうね。もう第4弾40年なんじゃねえかなとか、いうね。言われますけれども。まあ、ちなみに第4弾は、十数年ぐらいのね、もっと値段も優しいやつが、もう、樽決まってたりするんでね。まあ、それはまた楽しみにしていてくださいってわけですけど、ちょ、こちらは1990年ヴィンテージで、2020年ボトリングのものになってます。のグレンロセスですね。30年のグレンロセス。で、樽は、バーボンホクスヘッドになっています。度数はですね、49.6%。まあ、カスクストレングスです。で、ボトリング本数が238本になっています。そんなに多くはないですよね。で、まあ、テイスティングコメントもね、ちょっと書いたんで、ちょっと読みますね。じゃあ、テイスティングコメントですね。香り、明るくてライトな印象。洋梨、アプリコット、フルーツキャンディ、フレッシュなシトラス、コアントロー、わずかにグリーンバナナ。で、味わいが、軽やかなバニラ、洋梨のタルト、新鮮なオレンジ、フローラルな白い花畑、オーク、モルトシロップ、カカオ。で、フィニッシュが、熟成感を感じるタル感と、ジンジャースパイスがドライに続く。ね。こんな感じでテイスティングコメントを書かせていただきました。値段ですね。税抜きで 35,800円で、税込みで 39,380円となっております。高いかなとね、思う価格帯ではあると思うんですけど、すごく安いです。スペックにしてはかなりお買い得な価格だと思います。これをまあちょっと一緒にやってるのがスコッチモルト販売さんなんですけれども、スコッチモルト販売さんにもすごい頑張ってもらって、もうできるだけ削るって全然持ってないんだよっていうね。全然持ったくってないんだよっていうところをね、分かっていただければ、はい、かなり安くなってます。そこはね、まあ、いつも通り信頼していただいて大丈夫かなと思います。まあ、味もなんですけどね。で、発売日ですね。で、この動画が出てる時には多分発売日前に多分この動画出してると思うんですよ。で、まあ、今回からですね、まあ、ウイスキー専門コミュニティ10っていうの、まあ、僕が、まあ、半年ぐらい前からやってる、まあ、ウイスキー好きが集まるコミュニティがあるんですけども、そこのコミュニティの会員たちから優先販売になります。で、まず、12月4日にですね、まあ、12月4日からそのコミュニティに入ってる方が、まあ、限定で買えるよって感じになってます。で、一般発売が、12月の11日ですね。土曜日かな。そうですね。12月11日の土曜日の16時から一般発売になります。で、一般発売するときですね、まあ、こちらの動画からというよりは、僕の SNS ですね、Twitter と、まあ、Twitter かな？まあ、インスタはなんか URL 貼れないので、投稿に。なんで、まあ、Twitter に、販売の URL を、投稿します、16時に。僕のツイッターを見ていただければ、販売の URL が書いてあるかなと思いますので、まあ、ぜひそちらもチェックしてみてください。まあ、でも、あとは、YouTube の、多分投稿、あるじゃないですか。なんか、文字書く投稿ができる機能あるんですけど、YouTube に。まあ、そこにも、リンクは貼れるので、まあ、そこにも、ま、16時にちょっと公開しようかなと思います。まあ、なんで、YouTube か、ツイッターで、12月の11日の16時から、ちょっと、発売のリンクを載せますので、ぜひ、そちらはチェックの方よろしくお願いします。という感じですかね。まあ、あとはですね、まあ、例のごとく、こちらの詳細の話をね、ちょっとしていこうかなと思うんですけど、まあ、その前にね、まずこのね、ラベルね、もう、カメラで綺麗に映ってるかわかんないんですけど、嘘みたいにギラギラな
超ラグジュアリーなね、今回、ジャケなんですけど、まあ、このジャケについてもね、まあ、例のごとくとか、いつものごとくね、まあ、これを書いてくださったデザイナーさんの方をね、呼んでますので、まあ、そちらの方と一緒にね、お話していこうかなと思います。そのわけで、お願いします。こんにちは。こんにちは。ここにいましたよね。お邪魔してます。はい、すすぐさんですね。こんにちは、すすぐです。はい。そんなわけで、はい、はい。今回、まあ、ちょっと、もうちょっと見やすいようにしようかな、そうだ。か。あ、どうです。もう、喋っていただいて。こんな感じですね。今回、ミステリーサークル。そうですね。ですね。まあ、天翔くんから、今回ミステリーサークルですと。お題みたいな感じで。そうですね。もらった経緯があります。3本目としては。はい、そう、まあ、こう、ミステリーサークル。なんかちょっとね、これ、ギラギラすぎて、光が反射して、多分カメラにうまく映ってるかわかんないんですけど、すっごいギラギラなんですよね。キンキラにつけました。キンキラです。液色がすごい、ちょっと30年らしい。うん。金色。で、ここのラベルも金色。そうですね。あとも黒っていう、その、なんか、格式みたいなところを。そうですよね。うまく。それはもうハイブランドのメゾンとかに置いてあっても、なんら違和感はないと思いますし、酒棚に並んでても、そのカウンターに並んでても、ね、すごい目立つと思うんですよね。ミステリーサークルお題でもらいましたけど、その一体なぜミステリーサークルなんだろうかっていうのを話したい。いいですか？はい、大丈夫ですよ。はい。ミステリーサークルって、まあ、オカルト好きじゃなくても結構知ってる人多いくらい有名なこうモチーフとか、うん。そうですね。で、まあ、1本目、2本目、3本目全部オカルトネタです、うん、みたいなところでやってるんだけど、じゃあなんでそうなんだろうなって自分なりに考えました。これ実はこの円があるけれど、これ30個の円で作ってるもんね。うん、で、まあ、30ね、のヴィンテージを感じさせたい。で、かつ、こう、三角形にしてるのって、なんとなく自分の中で、樽の要素と、酵母だ。ごめん。樽の感じと、酵母の感じと、あとは、麦、うん。みたいなことで、要素がいっぱいあって、で、30に立ってるんですよ。みたいなことを言いたかったし、かつ、オカルト好きとしては、ミステリーサークル1990年っていうのは結構面白くて、うん、ミステリーサークルって80年代ぐらいすごく盛り上がってたの、うん、で90年代入ってから嘘ってバレたの、うん、バレたというか犯人が名乗り出たんだけど、うん、ありましたね。そう、私たちがやりましたみたいなことで普通に作り物だねってなった、うん、当時80年代はプラズマだとか、うん、乱気流だって話でいろいろあったし、僕も幼少期すごい見てたから、うん、リアルタイムで80年代後半だから覚えてるんだけど、そのときめきみたいなのが。でもそれを嘘だって分かったとしても、今2020年超えたとしてもまだみんなときめいてる人がいるっていう、その時の流れみたいなのを結構ミステリーサークル言えるなと思って、はい、でその裏側がなかなか面白いな、うん、でそれがちょうど1990年のちょうど盛り上がってた時、うんからのボトルですみたいなところに落とし込めるのって結構面白いな。そうですよね。メッセージ性ありますよね。ね、関連性というか。なかなか、ね。まあ、普通にね、30年で30個の円で三角形っていうだけで結構ね、もう、だいぶすごい出来上がった、持ったよ、デザインだと思うんですよね。ちょっとデザイナー込めすぎだよね。多分あると思う。いや、もうそれでこそね、我が社の我が社の専属デザイナーですから。あんまりデザインがなんか大声を上げるのはダサいはダサいんだけど、面白いと思う。いや、そうです、デザイン大事ですから。やっぱウイスキー飲むとデザインあってだと思いますからね。なんかストーリーみたいなのがあったもんがきっと飲んでる時は面白いですよねとかね。まあ、あとね、やっぱありきたりなデザインはつまらないわけですよ。やっぱりこんだけ世の中にたくさんウイスキーがある中で僕がね、天翔くんが出してる、イケイケだぞっていうね、おっしゃこれやでっていうね、もう僕、まあ、それこ そのこのブランドもすごい不定期なんですよね、リリースが。まあ、なんでかって僕が本当に美味しいと思ったやつしか絶対にボトリングしないっていうシリーズというか、まあ、そういうものなんで、だからその別に利益目的でやってるわけじゃないので、別に定期的にリリースをしてお金を稼ごうとかじゃないんですよね。美味しいものを見つけた時にしかリリースをしないから、だからこそ本気なんですよね、その一本一本が。半年近く。そうですね、前回から半年以上空いてるですね。だから僕としてもどういうモチベーション望もうかって毎回リセットしてそうですよね。やっぱね、いや本当なんかね、ちゃんとお金稼ごうと思ったらもうちょっと値段上げて毎月ガンガンリリースしてるからできるんですけど、
まあ、それをしてもね、僕別にこれ本業じゃないし、ね、僕本業バーなんで違うし、まあ、ある種趣味なんですよね。たくさんの大人たちが関わってる壮大な趣味なんですよ。だからこそ本当にうまいボトリングしかないのでね、そこは、まあ、1段目とか2段目とか飲んでいただいた方はね、わかるかなとは思うんですけど、言いますけどね、そう。だからこれもね、ものすごくうまいボトルなんですよ。まあ30年だからうまいに決まってんだろうってこともあると思うんですけど、でもその中でもものすごくいろんな要素を持ってるウイスキーで、うん、まあそれこそね、こういうなんかいろんな要素みたいな話で言うと、まあちょっとラベルの話とずれちゃうんですけど、このボトルですね、まあフルーティー、超フルーティーなんですね。まあそれこそ近年の2000年入ってからのグレンロセスは僕ちょっとね違うなって思ってて、僕の好きなロセスじゃないんですよ。僕の好きなロセスは90年代のロセス、近年のヴィンテージシートですよ。まあ、で、この90年代。まあ、その超フルーティーなんですよね。この辺のヴィンテージのグレンロセスっていうのは。で、超フルーティーで、フローラルでもありつつ、麦芽の甘さもしっかりやって、で、スパイシーな要素もあると。で、かつこの年数の熟成感もある。まあ、スッキリしてるんですけど、熟成感もしっかりある。もう、ウイスキーの美味しい要素すべて入ってるんですよ。このボトルは。で、なかなかなくないですか？大体どのボトルも何かに振り切ったりとかすると思うんですけど、ここまでバランスよく全ての要素がしっかりと入っているボトルっていうのはあんまりやっぱないとは思うんで、近年のリリースは特にね。なんで、なんでこのボトルを選ばせていただいた？だから単純に美味しいだけではないです。全ての要素が入っている、本気のねリリースなわけですよ。それすごいわかる。飲んだ時に円熟感みたいなこと、そうなんですよね、プラス豊かさみたいなのがすごく感じた、うん、なんか最初ミスリ作り言る前でなんか森、深い森みたいなイメージ僕はあったの、うん、なんか暗いわけじゃないんだけど、うん、そのなんか奥に入ってるすごく豊かな年を感じる、うん、いろんな要素を感じるっていうイメージ最初持ってるぐらい、店主が言ってたようなことはねすごく感じた。素人の口としてもすごいそれは、ね、感じる。これはねぜひね手にしていただきたいね。ちょっと高いけど、ちょっと高いけど、でも安いんですよ。これは高いようで安いんですよ。高いものをちょっと安めに変えてると思ってるんだけど、コスパはいいですよね、すごく。やっぱりなんかこの理由のブランドは求めやすいが入りやすいっていうところだから、ね、まあ、確かに高いけれど、それでもこの値段でこれを手に入れられるっていうのは、まあすごいと思いますよ。頑張ってるんで悩んでね、スコッチモルト販売ってことね、すごい頑張ってもらってるんで、こう実現できたところもねあるんですけれども、まあ、さっきも言ったような感じの全ての要素がねしっかりと入っているユーハのウイスキーになってますのでね、ぜひ買ってみてほしいなと思います。まあちょっと本数も少ないんでね、そうあれなんですけど、まあ、あと転売はねしないでねかなりねギランギランで超目立つボトルになってますので、これは、ね、なんていう印刷なんでしょうね。これね、2本目と同じで、そうですよね、ここね、ちょっとぷっくりしてるちょっと金の部分は盛り上がってるんですよね。デジタルパーコっていう、デジタルパーコ、あ、そうそうそう、おすぎのパーコみたいなやつですね。前も言ったら金がね、ふくんって盛り上がってる印刷で、ここまでギラギラしてるっていう、なんか、お手先ではあるんだけど、どんだけこう、リッチな感じで、これはリッチですよ、超ラグジュアリーな、面白いことしてると思う。いやもうこういうボトルはまあもちろんウイスキーのね、ボトルでは見たことないボトルだと思いますし、こんな印刷したら本当はものすごくお金かかりますからね。印刷屋の方にもすごいかもしれない。いろんな大人たちがこう、そう盛大に頑張ってもらってるっていう一本になりますのでね、まあそういう背景もねちょっとこう知っていただいて飲んでいただけたら嬉しいなと思います。これもカットしても全然いいんだけどで、デザイナー的にもちょっと面白くて、この黒いところ、これね、この日本でもやったんだけど、黒のインクって普通はこんなに濃く出ない。それをちょっとした業界のルールを無視して、無理やり再現して、これをこの同じこの黒のインクの使い方をしようとすると、普通に例えばネットのね、印刷屋さんとかにお願いすると、全部エラーで返ってくる。できませんみたいなことになっちゃうんだけど、そこはプリンティングディレクターに頑張ってできますみたいな。ああ。そう、できますよ、ちゃんと。ちゃんとできます。かつ、金も乗せられますみたいなのでやってもらってるんですよ。やっていただいてるんですよ。
ほんといろんな大人がね、ほんといろんな、まあね、カットしてもいいんだけどって言ったら絶対編集の人カットしないですから。絶対編集しないとは思うんですけどね。っていうね、ストーリーもありつつ。言わせてもらっちゃいましたね。多分カットされてないと思いますけどね。まあそんなわけでして、まあ、こちらのね、GU サードリリースのシークレットスペースサイドグレンロセスですね。1990年。ぜひね、まあ、12月の11日の16時から、YouTube の投稿のところと、Twitter の、僕の Twitter のリンクですね。まあ、概要欄に貼ってますので、ぜひチェックしてみてください。そちらでですね、発売のリンクを貼りますので、ぜひね、よろしくお願いします。まあ、概要欄ね、じゃぜひね、僕の Twitter ね、フォローしてみてください。まあ、Twitter やってないよって方は、その時間に YouTube 開いてもらったら、投稿のところでリンクが見れると思いますので、ぜひ、チェックしてみてください。いや、でも思うんですよね。美味しいものはそれなりにやっぱでお願いします。やっぱり。そうだね、原価が、原価が高いんですよ。そうだよ。ほぼ原価ですよ、ちなみに。ウイスキーだけじゃないからさ。そうそうそう。なんでもそうなんですけど。ほぼ原価ですから。ぜひね、よろしくお願いします。体験していただきたい。ぜひ、ぜひ飲んでみてください。ぜひ飲んだらね、感想も教えていただけたら嬉しいなと思います。嬉しいです。ぜひ、見てます。でもそれこそあれなんですよね。結構買ったよってお店に持ってきてくれるやつがいるんですよ。ボトルごと？そう、ボトルごと、こう買ったよって持ってきてくれて、サイン書いてってくれる方とか結構多くて。なんで、もし買った方とかね、お店に持ってきていただけたら、絶対サイン書く。サイン書きますので。ぜひね。まあ僕のサイン、そんな価値あるのかっていつも僕は思うんです。かっこいいサインあるから。そう、かっこいいサインあるから。お客さんに考えてもらったサインがあるんですよ。そうそうそう。基本全部僕お客さんの力で全て成り立ってる。人徳だね。人徳ですね。まあその、まあもしね、買った方にしたら、ぜひ、ボトル持ってきていただけたら、デビューになって書きますので。はい、よろしくお願いします。ね、で、一応まあ12月11日以降、まあうちのお店では出すので、まあ飲めるには飲めますのでね。まあさすがに買うのはしんどいけど、飲みたいなって方はぜひね、うちのお店に来たら飲めますので、ぜひぜひね、お待ちしております。まあ、僕のお店に来てくれる方が嬉しいか。人に会いたい。いや、そうなんですよね。やっぱね、会うと、ね、仲良くなりますからね。そう。寂しがり屋。そうなんですよね。友達増やしたい人なんだけど。仲良くなりましたけども。すいません。はい、まあそんなわけでして、はい、GU のサードリリース、グレンロセス。よろしくお願いします。お願いします。というわけで本日の動画は以上になります。あとね、まあこれを販売する Twitter とかの、まあ、SNS ですね。下の概要欄に貼ってますので、ぜひチェックの方よろしくお願いいたします。というわけでして、本日の動画は以上になります。またの動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。